1900年代初めの日本は、農業中心の社会から工業中心へと、ようやく産業革命が始まった頃。一般の家庭には電気、ガス、水道がまだ普及していなかった。一方、世界では製品の大量生産が可能になり、工業化が推し進められていた。そして1914年にヨーロッパで起きた第一次世界大戦は、遠い日本まで大きな影響を与えた。輸出品が増えて景気は良くなったが、輸入品が減り、国産品へと目が向けられるようになった。日立製作所は、自分たちで物を作らないと日本の工業は発展しないという高い志で、創業時から自主技術と自社製品の開発に取り組んでおり、たくさんの注文が舞い込んだ。しかし、ほとんどが大型製品で経験が足りなかった。久原工業所の銅山開発の工作課から生まれたばかりの日立製作所。社員一同、素晴らしい製品を提供するために試行錯誤を続けるも苦戦を強いられた。注文を受けてから製品の研究を始め、設計、実験、製作を行う状態だったが、お客様の希望に何とか応えたいと、無理な納期の仕事をいくつも受けた。しかし、検討及ばず、納期を守れずに苦情が相次ぎ、小平自身が対応に追われることがしばしば生じた。中でも、日立鉱山の夏井川発電所に納入した発電機の破損事故。当時42歳の小平が、進退伺いを用意する騒ぎにまでなった。だが、お客様にはひたすら誠実な対応を心がけた。このピンチを絶好のチャンスに変えたい。創業以前から欧米に比べて技術が遅れていることを大きな問題だと考えていた小平は、日立製作所の総力を挙げて大型製品の開発・製作に取り組むことにした。例えば、製品をテストするための試験科を設けて、開発した製品に問題がないかを徹底的に調べ上げ、見つけた欠点や問題を克服していった。優れた自主技術、製品の開発を通じて社会に貢献する、この強い思い、お客様への誠実な対応のために、設計から製造、さらに営業までが協力して製品の事故や不具合を減少させた。こうしてお客様の信頼を得ることに成功した日立製作所は、創業から10年で飛躍的な発展を遂げて、久原工業所の一事業、日立製作所から独立し、株式会社日立製作所へと大きく生まれ変わった。